お疲れ様です人間は感情の生き物なのでコスパを求めるんだったらまあ感情がね楽しく豊かで幸せを感じていれば最もコスパがいいんじゃないかなと思うんですよ。ね、だから何て言いますかねなんか一人キャンプってあるじゃないですか。キャンプに行くってコスパ悪いですよね。火を起こしたりとか山にわざわざ行ったりとかで片付けて帰ってくるみたいなね。 で、そこで一泊二日なりね、二泊三日過ごすんだったら、自分家いりゃいいじゃんって思うんですよ。もしくは近くのカプセルホテルとかね。でもそれじゃ、感情があんまり楽しくないんで、わざわざめんどくさいことをめんどくさい手間をかけながら現場に行ってやることによって、なんかしんないけど、ああ、いい一日を送ったなー、リフレッシュしたなー、あやーよかったー、明日から頑張るぞーね。コストはむちゃくちゃいいですね。うん、だから何をするかとか、 効率がいいとか悪いとかではなくって結局それによって快楽を得たかどうかなのかなと思うんですよもちろんコスパが良くって5円10円をケチったがゆえにねやったぞっていう方はそれはそれで正解なんだと思います例えばあのお弁当をねあのスーパーのお弁当コーナーに夕方並んであもうすぐ半額シール貼ってくれるんだけどなーっていうのをね30分ぐらいうろろして見るっていうのをねあの待つっていうのもねあれも あの、弁当が、例えばサンキュッパのやつが半額で200円になったら、買ったみたいな感じで、感情がものすごく高まっていくんですよね。でも、ある人に言わせれば、半額シールを貼られる前に買うことによって、時間を節約したぞ、買ったみたいなね。食べたい時に食べたぞ、やったみたいなね。どっちも幸せになる、その道を選んでるのかなって気がしますね。だからコスパのいい悪いっていうのは、この感情が、うん、 豊かに幸せを感じて快楽を得たかっていうところじゃないですかね。うんだから最もケチって最も効率よく過ごしたけども結果的に感情はなんか寂しくなっちゃったっていうんだったらコスパは悪いわみたいな感じになるんですよね。うんだから大好きな車で移動するのも結局ね20時間かけて現場に行きました。大変ですね。飛行機だったらすぐなのになんだけども確かに飛行機で行ったらすぐなんですけどもそこで 車を運転して向かうっていうフラストレーションがね、残っちゃうってことは、その飛行機で行って、用事を済まして飛行機で帰ってきた上に、自分の休日とかに、車でドライブをしなくちゃいけないんで、コスパは悪いよねって話になるかもしれないですよね。だったら、目的地に向かうのに飛行機じゃなくって、ドライブも兼ねて車で行って、その車でのドラマも楽しむってことやったら、仕事をしたはずなのに楽しかったみたいなね。いやー、俺の車結構乗り倒したよね、みたいなことになるかもしれませんよね。 全部コスパを優先してね何でもかんでも飛行機とか交通公共機関使ったら結局新しい車検が来たけどもなんか一回も乗らなかったよみたいになってね <laughs> う結果コスパ悪いのかなと思いますね、うん、はいじゃあそんなとこでコスパが最もいいのはここととを起こしたた後に自分の感情がどうなったかってことかなっっかかて思いますね人間は快楽を追求して一生を終えるんだと思いますよ 苦痛に耐えてそれによって、えー、なんかね自己肯定感を得る人も結果的に快楽を求めたってこともなりますし何もせずにのんびり過ごしてああよかったのんびりとした豊かな人生だったそれも快楽だと思いますね。いっらっしゃい。